少しは話のわかるのが来た。もはや言葉も失ったかっていうふうに自分のなんかね内面的な本音っていうのを絶対に言わない人なんですね。でこれね三輪明弘がですね声優を担当した時にですねこのビデオの中で出てくる話なんですけどもこのモロの持ってる感情的なものに三輪明弘全く気が付かず。 普通にですね、演技してたんですね。少しは話のわかる奴が来たっていうふうに言った時に宮崎駿がなんかもうムズムズムズっとしたですね、調整物からダーンと飛び出して、宮崎のところに話していって、うーんとかこういうふうに言ったかと思ったら、あのー、このね、モロはね、昔あの、おこと主といい関係だったんですって言うんですよ。つたら、宮崎浩が、はって言って。<laughs> 狼とイノシシが <laughs> って言って、はい、そういういい関係だったんです。そこら辺でって言ったら、宮脇色がですね、めちゃくちゃ深くなってほして、ああ、なるほどって言って、次にほんのちょっと声色変えたらですね、昔恋人関係だった男女がですね、ついに言葉もわからぬようになったかっていう時の、ほんのちょっとした哀れみっていうのかな。 自分に対する哀れみですかこれを好きだった自分に対する哀れみ。で、あと、あの、少しは話がわかる奴が来たっていうのは、高校生の女の子が彼氏が向こうから来た時に友達に、ああ、あのバカが来たよっていうようなニュアンスがほんのちょっと入るんですけども、 だったらコンテに書けよって思うんですよね。<laughs> 書かないんですよ、宮崎駿。ろと、その、おことずしがもともとは恋人関係であったっていうの。これね、そのアフリカの現場で宮崎駿が、その、宮崎宏にもし言わなかったら、で、それをたまたま、日本テレビの取材班がですね、撮影してなかったら絶対にわからないままなんですよ。<laughs> こういうことをしょっちゅうやる、このおっさんは。はい。 これはあの頭からですね、5分の3あたりですか、1時間をちょっと超えたあたりのシーンなんですけども、えー、アシタカがですね、モロたちのネグラで目覚めるところでこういうふうに話しかけられるんですけどもですね、このシーンですね、モロのネグラいわゆる住みかが出てきますけど、ちょっと不思議な感じなんですね。これはあの、アシタカが起きて、立ち上がって、その中にいるところです。モロのネグラは全部が岩でできてます。それもですね、えー、床と天井とその壁の部分がですね、すべて 巨大な一枚岩でできてます。で、えー、外へ出ると、その天井の上の部分で、こもろが横、あの、上に乗ってるんですけどもですね。で、で床もですね、天井も、まあ、水平なんですね。で、横の壁もですね、ほぼ同じ角度。斜めから、あの両側からそれぞれが持ち出すような感じでですね、同じ角度で内側を向いてます。で、これですね、翌朝、足カが旅立つときに、この、 不思議なネぐら、岩で作られたネぐらのですね、全貌が見えます。見てわかる通り、完全に一枚板の水平な岩が上に乗っていて、それを両側からですね、岩が支えてると。で、このベランダ部分っていうのはさっき見たですね、この、これ真横から見た構図なんですけども、張り出してですね、本当にベランダ状になっているわけなんですね。これね、どっかで見た、 気がするんですけども、えー、大阪にあります。大阪府のですね、片野市にあるですね、岩船神社のですね、天の岩戸ですね。これがまあ、大体そっくりのことなんですね。あの、別にここがですね、関西だとかですね、大阪だというつもりはないんですよ。そうではなくて、巨石文明の遺跡なんですね。あの、アシタカがですね、もともと、 出発した村が先週話した通り巨石文明を信仰しているもう青森の方でもあの何だろうもうほんのちょっとしか残ってない遺跡みたいなところだったんですけどもそこから出発したので縄文人たちはこういう巨大な岩みたいなものそのものを御神体として神様のように祀ってたというふうに言われてますという巨石文明の祭裔なんですねあした形がで諸がいる場所もねぐらにしている場所もですねこれあの何にも 解説しててくれなないんんですけども、こんな水平な床とか水平な天井がですね天然にあるはずがない全く同じサイズの岩で両側を支えてて水平な岩が乗ってるはずがないんですねこれはもう普通に考えたら巨石文明の神殿というか神,あの神様に対するザ、岩倉みたいなもんなんですねでこれは大阪府片野市の岩船神社の阿波の岩棟ですけどもですねストーンヘンジもまあ大体同じですストーンヘンジもその垂直に かもしくは同じ角度に岩が立っていてその上に水平に岩の板を乗せることによって神様の座を作ろうというふうにしてるんですよこれ巨石文明のまあ特徴であってつまりどういうことかというとモロの住みかグラというのはですね古代人の神殿なんですね古代の巨石文明にはですね本当の神様が住んでいたつまりモロたち一族っていうのはですねその巨大な獣であってでおまけに人の言葉を話して子供で古代人たちに 神様っていうふうに思われてて、本当に神様だったわけですね。で、神殿を作られて、そこに祀られていたんですね。しかし、その、この神殿ですね、モロの神殿にはですね、今や誰もお参りに来ないんですね。だこれがその森が死んでるという意味なんです。森が死んでいくという意味なんですけども、モロはね、ここに今でも住んでるんですよ。なんで住んでるのかっていうと、 そのモロは犬の神様なんですね。犬っていうのは人類の一番古くて忠実な友達なんですよ。その犬の神様だから、いまだに誰も来なくなった神殿にまだここに住んでてくれているんです。これね、なんか分かった時、僕はうわーと思ってもうなんかまマジで金曜ロードショーを見ながら涙がこっ出そうになったんですけど今でもそういうところに住んでるぐらいだからモロがね、あの人間を嫌いなはずがないんですよね。 えー、だから赤ん坊のんを育ったんですかだって赤ん坊のんを投げ捨てられたからといって育てるんだから人間が嫌いじゃないんですよ。そうじゃなくてその人間の行為が憎いだけであってんを捨てた烏干しが憎い,憎い、許せないだけなんですね。 モロが人間を嫌いなわけじゃないんですけども、解説書とかですね、公式本とか見ても全部、モロは人間を憎んでるって書いてるんですよ。もうね、あの、モノノキ姫に関してはセリフを信じないようにしてください。絵を信じてくれれば大丈夫です。絵を信じた方が分かりやすいと思うんですよね。で、こういうですね、昔神殿があった場所に、もうあの、お祈りするですね、人が来なくなったのがですね、森が死んだ理由です。森の神様を人が信じなくなって、 森を単なる天然資源だというふうに思っているからですね。だから、森の中の神様っていうのが、だんだん体が小さくなっていくわけですね。あのモロは300歳で落っこと主はですね。500歳だから、彼らが生まれた時にもう。実は稲作はあの中国から来ててですね。でも鉄も作られていて、人々は森に神様がいると信じなくなった時代なんですよ。だから正確なことを言うと、落っこと。主もモロも人が自分たちを神様だと崇めている。 時代のことを正確には知らない多分自分たちの親とか一族から言い伝えられてきたんですよでおこと主たちはもう人間を信じられなくなって自分たちで動いてで、えー、まだ自分たちを信じている巨石文明のある青森に行こうとしていたんですねでもモロはまだそんなことを言いながらもう二度と人間が自分たちを信じることはないだろうというふうに思ってながらやっぱこの巨石のですね作られた神殿のところにいまだ住んでしまう なんかねそういう泣ける話ななんんだなというふうに思ったんですよね。セリフとして出てくる人間が許せないとかですねそういうふうなものよりもモロ自身が、えー、拾った子供を全然縁もゆかりもなくて本当にかみ,み殺してもいいはずのサンをずっと育ててきたとかですねあとそのサンはいずれ人間の世界に返そうと思っていてアシタカがそれの助けになると思ってなんか望みを抱いてたと。この上でですね タカが下で寝てる時傷にうなされて寝てる時にです、ね、モロがです、ね、こう上でいたわけですよね。でタカが起きてきた時にですね「お前が一言でもう,、ま、うなり声を上げようものなら噛み殺してやろうと思ったぞ」とかって言うんですけども <laughs> あのこれどういう意味かっていうとアシタカは右腕が呪われてい、ね、モロもですね烏帽子のです、ね、鉄の銃弾にやられて今死にかけてるんですよ。 で両者とも全く同じなんですよ。両者ともお互いにたたり神になりそうなものを抑えているから余計苦しいんですね。この痛みでですね呪いとか恨みを持てば二人とも簡単にたたり神になれるんですよ。でもそのそれを出さずに耐えていた明日かっていうのを見て、モロは自分も同じくですね、この痛みをたたり神にせずにここで死んでいこうと。 でも、エボシの頭だけは噛み砕いて死ぬっていうふうに言ってるんですけど、だからそこでなんか自分と同じように任せれる男っていうふうに、まあそのアシタカのことを見たんですけども、そういうのがね、全く書いてくれないわけですね、相変わらず。このアニメの中では、そうではなくて、なんかね、モロの一番怖いセリフばっかり言うから、すっげえ怖いばあさんみたいに思えるんですけど、めちゃくちゃですね、いろんな人を観察している、すごい役が。 立っているんですね。だから、その、いろいろ聞いた後の三輪明宏はものすごい喜んで、うわ、そういう役なんですね、っていうふうに喜んで、喜んで、えぇ、ー、でも書いてないですね、というふうに言うとですね、宮崎アが書かないんですよ、というふうに嬉しく、嬉しそうにやり取りするというのも、まあ、この VTR の中にあります。出たぞ、犬が見たというふうに驚きの声が上がります。で、はるか向こうの方にですね、 小さい白い影がこう走ってるのが見えるんですね。彼らから見たらですね、下向きの方向です、ね。山のふもとの方からですね、犬神が日記走ってきます。で、襲うんだったらですね、これあの変なんですね。奇襲がいいはずなんですよ。あの、いきなり襲うのがいいはず。だって、犬神側の勢力はわずか4名なんですよ。モロとモロの、まあ、子供の 犬二匹とですね、あと三しかいないわけですね。だから全部で戦力4名なんですよ。なのに、このふもとのですね、山肌をですね、白い姿を見せるように近づいてくるですね。まるであの、石部屋で狙ってくれと言わんばかりに近づいてくるんですよ。で、さっきも言ったように襲撃場所もですね、森の中をですね、どうせ通ってるんですから、その時にですね、隠れて近づいた方が有利なはずなんですね。 で、この辺のですね、土地をどういうふうに説明しているのか。エコンティによるとですね、岸辺の緑の上に焼き尽くされた地面にむき出しの斜面がそびえ、 崩落した岩や森の残骸や黒焦げて立ち尽くす無数の墓標のような木っていうふうに書いてあります。つまり何にもないですね、見通しのいい場所をですね、えー、そういうですね、地獄みたいな風景のところでですね、襲ってきたっていうふうに書いてるんですね。で、なんでそんな場所を襲ってきたのかっていう、えー、理由はですね、こっちの左のページですね、せいて火薬を濡らすなっていうふうにですね、えー、叫んでいます。 これがあの、諸の戦略なんですね。あの、この戦闘の近くですね。実は近くの森にいるですね、アシタカが音だけ聞くシーンがあるんですね。このシーンの後ですね。これですね。えー、石火屋が火を吹くと、そうすると次、別の場所にいるですね。えー、アシタカの、ね、シーンが入る。で、ダーン、ダーンというですね、遠くから音が聞こえるんですけどもですね。えー、これあの、アニメの画面でですね、ちょっと皆さんですね、あの、確認してほしいんですけども、 このシーンで明日カにですね、雨全然かかってないんですね。で、この前後の大駒です、ね、この前後のです、ね、のところではですね、ものすごい雨が降っているんですよ。雨、ものすごい雨の中ですね、諸の子供たちと戦っている様子が出てきます。で、音が聞こえるほど近いんですよ。で、なんで明日カがいる森、場所ではですね、えー、雨がかからないのかというとですね、あの、明日香は深い森の中にいるからですね。だから木の枝とかですね、葉っぱが、 その、まるでドームのような役割をしてですね、明日形にほとんど雨がかかってないんですよ。で、それを観客に分からせるために、まず雨がすごい場所の戦闘、明日か雨が、これ本当にあの画面上で作画で雨がほとんどないです。で、次にまたすごい雨をわざわざ描いてるんですね。 を連続で見せているわけです。で、これこそですね、犬神諸ですね。まあまあ、年老いた老快なおいてですね、賢い諸の策略なんですよ。あの、たったね、4頭の戦力、兵力でですね、エボシを確実に倒すっていうのはなかなか難しいんですね。なので、彼らの武器、石火屋が使いにくい大雨の日を選んだんですね。で、大雨の日に隊列を組んでいるときにですね、 雨をしのげる森の中、自分たちの有利な森の中ではなく、あえて、ここで襲ってこないだろうと思っている、裸のですね、山肌の近くですね、石火屋にとって一番不利な場所、裸の山の斜面でですね、襲撃するわけです。で、そのためにですね、その自分の子供たちですね、山犬2匹とですね、3をですね、遠くから近づける。遠くから見通しのいい場所から近づけて、石ビ屋で撃たせるわけです。で、 モロは事前にですね、その山の上で待ち構えてですね、斜面を駆け下りて、一気にエボシの本陣を襲うというですね、この狙いです。で、これですね、完全に、あの、織田信長ので,、ね、のですね、桶狭間の奇襲作戦の時のですね、まあ、考え方なんですね。考え方としては一緒なんですよ。だから、モロはですね、あの、自分たちの子供をですね、犠牲にする覚悟で、最後の奇襲作戦に出たわけなんですけども、あの、 モロね、後でね、あの、明日かに説教するんですね。人間が生き延びるために、生贄にされた娘、それがサンだっていうふうに言うんです、まあ。怒るんですけども、モロだって勝つために、自分の子供たちを犠牲にしてまでやっぱ勝とうとしてたんですね。この戦略とその覚悟ですね。まさに山の神ですね。あの、犬神山の神ですね。すごいですね。この冒頭の戦闘シーンというか、まあまあ、あの、初めて、えー、モロとですね、 えぼし御前が戦闘するシーンってですね、すごい策略の読み合いになってるんですけど、ちょっと見てる人間は偶発的な戦闘に見えちゃうんですよね。質問とかですね、意見とかですね、これ違うよっていうのもどんどん書いてください。あの、 この岡田敏夫ゼミっていうのは基本的にゼミが本編だとしたらですね、そのディスカッションの場というのはコメント欄みたいなもんなんですね。ぜひともコメント欄を見てですね、参加したりですね、自分で質問を書いたり、あと質問を見た人で答えられる人はですね、ちょっと答えてあげてください。よろしくお願いします。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。